まあ、フロアも全体的に綺麗ですね。ちょうどね、こういう色変わってるところが。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今日はですね、まあ、寒さもね、ちょっとまあ、まだ寒いですけど、僕が住んでる長野県。ちょっとね、和らいできて、まあ、雪もね、おそらくもう降らないんじゃないかなと思うので、ちょっとね、下回りですね。やはりね、こういう地域で住んでるとサビが気になるので、以前ね、動画にさせてもらいましたけど、下回りにね、あのシャーシークリアをね、吹いてあるので、それがね、ちょっとあれからしばらく経ちますんで、どうなったかね、ちょっと下回りをですね、サビの具合をね、まあサビの具合をつっても錆びてないといいんですけど、ちょっとね、点検をやってみたいと思います。というわけでね、下回りを今回サビの状況をですね、点検していこうということで、まずはね、車をリフトアップして、タイヤをね、4本外してあります。で、以前ですね、動画のですね、公開させてもらった日時を調べたら、2017年の12月15日ですね。まあ、前編後編に分けてですね、このサビ転換剤ですね。あの時紹介したサビ転換剤でサビを処理して、で、シャーシーコートクリアですね、クレの。これでね、サビ止め対策っていうことで塗った動画、まあ、2本に分けてね、サビ対策と下回り塗装ということで、2本に分けさせてもらって、動画出させてもらったのが2017年の12月15日ですね。なので、あれから2シーズンですね。冬を乗り越えたことになります。まだまだね、ちょっと寒いですけど、まあ4月に入るのでね、一応2回冬を乗り越えたことになります。で、僕2年前にですね、長野県に引っ越してます。で、この車7年目なんですけど、なんで5年間は神奈川で使ってですね、そのちょうど対策した時から2年間ですね、は、長野のね、雪も言うまでもなく雪も降る地域で、まあ僕引っ越してきた時はびっくりしましたけどね、本当にエンカルがバシャバシャね、道路に巻かれる地域で、まあ対策してから2年間走ったってことですね。まあなのでね、ちょっとここで1回サビの状況なんかをね、確認してみようということで、今回はちょっと下回りの点検を今からしてみます。まあ先ほども言いましたけどね、まあ対策としてはこのシャーシーコートクリアを吹いたのと、あとはね、まあ僕洗車場に行ってるんで、まあジャッキアップはね、そこでさすがにできないので、まあ洗車行ったごとにね、下回り当てずっぽなんですけど、こうノズルを突っ込んでみてね、下回りまあ洗うようにはしてたんですけど、まあ対策っていうかやってきたことはまあそれぐらいのことですね。で、まあ、どれぐらい、その、効果がっていうかね、まあ、錆びてるのかとか、その辺に関してちょっと検証してみようと思います。まずはフロント周りですね。まあ、この辺、そんなに見た目にね、わかるほど錆びてないですね。でね、こういうね、鉄板の切れ端が、結構前回ね、その動画出させてもらった時に、錆びててですね、転換剤この辺塗ったりしたんですけど、意外と大丈夫ですね。で、あとこういう溶接したところ、この辺もね、まあ、前回の動画見ていただくとわかるんですけど、だいたい溶接したところが錆びてきてて、まあ、この辺も、ここもね、ちょうど転換剤塗って、その上からね、クリア塗ったところなんですけど、意外と大丈夫ですね。2年経ったけど、そうでもないですね。まあちょうどこういうところですよね。切れ端とかね、溶接してたところがあったんですけど、まあここもサビっぽく見えるけど、これ、表面のクリアが剥がれてるだけですね。鉄がね、サビみたいに見えるけど、これ、クリアが剥がれてるだけですね。中にはいってないので、まあ逆に言うと、今ね、爪でこう、触っただけでクリアが剥がれてしまうので、まあちょっと塗り方とかが悪かったんでしょうね。錆びてるわけではないので、ここは問題ないですね。まあ全体的にそうなるとほとんど大丈夫ですね。今回もね、ちょっと錆びてるかなと思って、またね、再度錆止め、最初にも紹介したしましたけどね、用意はしてたんだけど、まあ大丈夫そうですね。まあただところどころね、やっぱりこういうとこクリアは剥げてますね。表面のクリアは剥げてるけど、まあこれもところどころだから、特には問題なさそうですね。まあこれタイヤハウスの中ですけど、まあ、この辺もクリアは塗ってあるので、特に問題ないな。まあ、もっと多少錆びてるかなとは思ったけど、クリアが効いてるのか、洗ってるのが良かったのか、大丈夫そうですね。まあ、ロアームブッシュのね、こういうとこ錆びてますけど、まあ、これ錆がどうのっていう前にブッシュの方がダメになるんで、まあ、いずれ変えなきゃいけないと思うんでね。まあ、こういうところはさほど気にしてないです。さあ、フロントエンジンよりもちょっと後ろ側ですね。
まあ、こういうね、変えれるアーム類は、極端なし、錆びても、どうにかなるんだけど、こういうフロアがね、錆びるとちょっと厄介なので、ここら辺が気になるとこなんですけど、意外と、2年経った割に、錆びてないですね。大丈夫そうですね。もうこの辺なんかクリアが剥がれて、この白くこう浮いてみるのは、これ全部クリアが剥がれてるとこですね。まあ、こんな感じで剥がれてます。クリアは剥がれてるけど、錆びはないですね。まあ、フロアも全体的に綺麗ですね。ちょうどね、こういう色変わってるところが、前回ね、まあ、若干錆びてて、転換剤に塗ったところがこういう色変わってるところなんですけど、その後特に問題もなさそうですね。なんか問題なさそうだな。これがリアアクセルの継ぎ目ですね。繋がってるところ。もうこの辺、やっぱクリアがちょっと、塗るのがいまいちだったっぽくて剥がれてますね。まあ、でも錆びてはいないから、特には問題ないかな。このフロアの継ぎ目も最初、多少ね、錆びが浮いていて、これ色変わってるのは転換剤の塗った後ですね。まあ、ここなんかもまだ大丈夫だし。これがリア周りですね。リア周りもね、パッと見まだ大丈夫ですね。で、このテカテカしてるのがクリア塗った後っていうか、まあ、光沢が出てる感じですね。まあ、クリアもまだ効いてるし、特別問題なさそうだな。この辺はちょっと来てるかな。リアアクセル周りはなんか多少こう錆びてるような感じがありますね。この辺は後でちょっとやり直そうかなと思うんですけど、まあそう考えるとクリア拭いて洗ってた効果は多少あったのかなとは思いますね。まあバックプレートとかも特に錆びてないし、まあ意外と綺麗でしたね。ということでね、なんかせっかく動画にしたんだけど、で今回もね多少錆びてるだろうなと思って、まあワイヤーブラシとかね、転換剤とかまあ冒頭です。紹介しましたけど、クリアもね、もう一本追加で買ったりはしたんだけど、特別、意外と綺麗でしたね。ただそう考えると、まあこれ塗った効果っていうのはあったってことでしょうね。うん。一年ごとになんか塗り替えなきゃいけないし、ね、これ塗ったからって全部錆が止まるとは思えなかったんだけど、やっぱり塗ったには塗ったなりの効果があったってことでしょうね。まあ自分で想像してたよりは全然綺麗だったんで、全然満足ですね。まあ動画的にはね、ちょっと見どころがない動画になってしまったんであれですけど、まあ2年経ってもこんな感じでしたっていう感じです。まあただクリアがね、浮いてるところはまあああいうところも浮いてるんですけど、あるので、まあ今年中にはもう一回、冬迎える前には、塗り直した方がいいかなっていう感じはあるんですけど、まあ豆に洗ってんのが良かったのか、まあ当然これも聞いてくれたと思うんですけどね。結果的には全然綺麗だったっていう結果に、まあ動画的には美味しいところなく終わってしまいました。まあ自分的にはね、すごく良かったですけどね。というわけでですね、で次回なんですけど、次回はですね、まあこういうところ塗ってね、効果があったので、まあ普通あんまり塗らないですけどね。こいつですね。マフラー。これね、ちょっと試しに、これのね、錆対策っていうのも前からちょっと興味があったので、ちょっとこいつをね、錆対策として、耐熱塗料でね、塗ってみようかななんて考えてるので、次回はね、ちょっとこのノーマルマフラー、あんまりそういうことする人もいないと思うんだけど、まあ自分の中ではちょっと実験的でもあり、気になるところでもあるんで、次回はね、このマフラーをね、塗ってみようと思います。というわけでね、今回は、まあ、定点観察的にですね、まあ、2年前にやった錆対策ね、ちょっと検証のために点検してみましたけど、動画的には全く見せ場がないぐらいですね、非常に綺麗な状態を保てていたので、まあ、自分的には非常に良かったですね。で、まあ、何らかのやっぱり錆対策をすれば、一応ね、効果はあるっていうことで、まあ、地域とかね、そういうところによっても違うと思いますけども、まあ、少なくとも雪の多い、あれだけエンカルが巻かれてる長野県でも、まあ、なんとか、2年間この状態は保てたので、まあ、やっぱり豆に洗ったりするのは効果があるのかなとは思いました。で次回はね動画中にも説明しましたけどこのマフラーですね、こいつねちょっと錆対策ということで耐熱塗料をね塗ってみたいと思います。また動画にしていきますんでよろしければご覧いただければと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。